ダカルバジンは、悪性黒色種、ホジキンリンパ種、肉種、スイランゲルハンスト腫瘍などの様々な悪性腫瘍に対して用いられる、アルキル化剤系の抗がん剤である。日本では今日は発酵キリン製造を販売している。ダカルバジンは DNA に、アルキル元を付加することで高腫瘍効果を発揮する。肝臓で、脱メチル化され、マティックになった後、ジアゾメタンを放出し、DNA を、 アルキル化する。ダカルバ人は1975年に FDA に承認された。日本で輸入承認されたのは1985年11月であった。2013年3月、日本で褐色細胞種に対する適用追加承認を取得した。日本での適用は悪性黒色種、ホジキン病、褐色細胞種である。ダカルバ人は短剤で転移のある。 悪性黒色種の治療に用いられるほか、ホジキン病に対するアブベド療法、肉種に対するメイド療法、褐色細胞種に対する CVD 療法の一部として用いられている。重大な副作用は、アナフィラキシーショック、骨髄抑制、肝脂脈血栓症及び肝細胞へ死を伴う重篤な肝障害である。他の抗がん剤同様、 ダカルバジンは正常細胞の増殖にもダメージを与える。おそらく最も深刻な副作用は不妊化及び免疫抑制である。ダカルバジンはサイト性が強いので、通常、パローノセトロンやアプレピタントなどの生徒剤が併用される。その他の重要な副作用は、頭痛、倦怠感、下痢である。スウェーデンの保健副市長は、 干渉外発言の問題に関して黒枠警告を設置し、ガカルバ人の使用を避けるよう勧告した。ありがとうございます。